えー、コレステロールの話も後半になりまして、えー、このブログではもうコレステロールって5回目ぐらいかなと思うぐらい、ですね、まあ、いろんな面から考えてきたわけですね。というのは、例えば単なる環境とか科学といった分野、政治とか経済といった分野に比べれば、ですねやっぱり健康というのは本当に我々にとって大事で、えー、あの人がこう言うからこっち、この人がこう言うからこっちってのを繰り返してたら、我々はこう振り回されてしまうわけですね。ですから 本当にこう、私のような、い、まあ、わば科学者とか、それから科学のことを解説するという人はですね、相当慎重に構えなきゃいけないということで、まあ、いろんな面からあのデータを見たり、また考え方をそのいろいろ検討してみたりしているわけですが、今日は二度びっくりということで、ちょっと話が変わります。つまり今まではコレステロールの基準値が、あのコレステロールは低い方がいいか高い方がいいのかとか、コレステロールは低い方がいいのか、 体の中にどういう働きをしているのかというそういういことを中心に整理をしてきたわけですが、ここでは今まで固く信じられてきたこと、もうこれは私、NHK の言葉か言うんでみんな嫌になってるるていう話もあるんですが、NHK がもう何十回もやったと思いますね、コレステロールの少ない食事、こういうのがいい。し、えー、しかしですねこの 今年の5月1日に、動脈硬化学会および厚生省もこれ、指示しておりますし、もちろんアメリカの学会、その他、全世界的にもこれは当たり前のことなんですが、この動脈硬化学会の発表も、ですね実にその自分たちのデータではなく、アメリカのに責任をかぶせるというやり方でやっておりますが、ちょっと地を真ん中ら辺から読みますとね、 2013年秋にアメリカ心臓病関係の学会である ACCAHA が生活改善のためのガイドライン、心血管疾患リスク低減のための生活習慣マネジメントガイドラインを発表したそこで、コレステロール摂取量を減らして血中コレステロール量が低下するかどうかを判定する証拠が数字として出せないことから、コレステロールの摂取制限を設けないとの見解が出された。 それから2015年2月、米国農務省のレポートもそれと同じである、えー、これまで推奨していたコレステロール摂取制限をなくすことが記載されたそれ3番目にわが国の2015年日本人の食事摂取基準では、えー、健常者において食事中コレステロールの摂取量と血中 コレステロール値の間の相関を示すエビデンスが十分でないことから、コレステロール制限は推奨されておらず、動脈硬化学会も健常者の死亡接種に関わる、脂質接種に関わるこの記述に賛同している。というふうになっているつまりですね、これはま,あまず第一にですね、どんな食事をしてもコレステロールは変わりませんと。と、まあ、これは 次回にその理由を説明いたしますが、卵を食べようと、ですねコレステロールのものすごく多い卵を食べようが、動物の脂,脂が半分ぐらいある豚肉を食べようがです、ね、コレステロールは変わりませんっつ言ってるんですよ、それからコレステロールを少なくする食事なんてありませんと言ってるわけですね。だからこれはね、私の父なんかも今から50年ぐらい前から、ですねコレステロールを減らすために、えー、私の母と一生懸命検討して、食事を検討してましたよ。 だだったんだ一体とでまだこの動脈硬化学会は逃げ腰なんですね、学会でありながら、学会であれば、ですねまず自分のところのデータ、自分のところで、これはね、まあ、動脈硬化学会ですから、データも取ってると思いますが、まあ、あもしそうでなくても、他人のデータでもいいから、動脈硬化学会で整理をしたデータをまず示すわ,示すわけです。 こういうデータからこのように考えられますということをまず言うべきなんですね、もちろん、それの傍聴として他の学会を言うということですね。ところが、これはどういうことかというとです、ね、まず最初の3ページには、米国学会及び行政機関によるコレステロール摂取に係るガイドライン及びレポートが発表されたと、まずこう来る、で最後の、次がそうですね、具体的なの。 まず2013年のアメリカ心臓病関係の学会の説明、次に2015年2月の米国農務省の発表、さらには日本,人日本の場合をさらにですね、えー、この我が国の2015年日本食事摂取基準というものを出して、一番最後にですね、 えー、日本動脈硬化学会もこの記載に賛同しているということはですね、動脈硬化学会はデータがないっていことなんですよ、<laughs> 動脈硬化学会、データないのっていう感じですよね、それはないでしょうね、動脈硬化学会というのは今までこういったコレステロールの制限に対する、まあ、動脈硬化の中心的役割を果たしてきたわけですから。 自分たちが最も正確なデータを持ち、信頼できるデータを持ち、それをまず最初に出すのにですね、アメリカ心臓病、アメリカ農務省、それから日本政府の発表を引いて、で、それに対して、動脈硬化学会としてはどういうデータかということも示さずに、えー、この記述に賛同している。いや、これね、ま、まあ、日本人の最近のダメ男、 つまり、他人に、自分がもともと判断すべきものを他人に頼むというね、この有名な話はあれですね、アメリカの9.11の事故の時に、飛行機が最初のなんか貿易ダンビルかなんかに突っ込んで、2機目がえテレビの画像、NHK の画像でドカーンと突っ込んだら、こちらから NHK の日本の方から質問して、今、飛行機が突っ込んだんじゃないですかって言ったら、確か、 えー、答えた人が、ですねまだ、えー、アメリカの方で発表になってないからわからないんですっていうようなことを言ったんですよね、だって目の前で飛行機が <laughs> 突っ込んでるかかわらず、それを他人のことで言うんですね、これはね、私がよく非難されるのもそうなんですよ、武田はね、引用文献を書いてない、いや、引用文献の前に、まず自分の <laughs> データなり、整理なりを示して、その後なんですよね。 それはこれはここから取っていますとかって順序がそうなんですよ。だけど今はそうじゃないんです、この発表みたいに、ですねまずアメリカの心臓学会どうした、アメリカの農務省はどうした、日本政府はどうした、そして自分たちのデータを示さずに賛同してるっていうこういう言い方をするっていうのはこれは現在の無責任体制なんですね。だけど、この無責任体制はまともかくとして、世界、まあ、ほとんど世界の全部がですね、 かかななり前からなんですよこれは2013年とか2015年とかを引いてますけども実はもう1990年ぐらいからですねコレステロールはやっぱり取ってもですねあまり取らなくても関係ないんじゃないかっていうことはいくらでも論文があったわけですねそれに対して動脈硬化学会はそうじゃないと言ってきたそこを説明しなきゃいけないんですねなぜ今までコレステロールは食品に関係ない食事療法は関係ないっていう論文もずいぶんあったにもかかわらず 今まで動脈硬化学会は食事を変えれば、クレストロールが変わるというふうに国民に言ってきた、その間違いはどこにあったのか、正しいのはどういうことかっていうことを正面から <laughs> 説明せないかんのにね、まあ、この最後の逃げっていうかですね、まあ、お医者さんも深く反省してほしいですね、<laughs> まあとにかく我々としては、まあ、とにかく動脈硬化学会がポンコツであると。 もう二度と再び動脈硬化学会の話なんか聞かないよっていうのがまず1つ、もう1つは、えー、我々はですね食事とコレステロールが関係ないと、だからコレステロールをどうコントロールする手段を失ってしまったと、まあ、いうことをまずは考えなきゃいけない、それからなぜこんな学会、なぜこんな厚労省が日本に存在するのかということも考えてみなければいけないと思います。